真面目でいるか非行に走るか、それはあなたの心がけ次第。気分次第でサボるよ。気合い次第ですぐに怒るで。雨と虫との微妙なバランス、変わる乙女心、いつも割り凛しくたくましく、時には席順取り替えてほしい。自業自得のジェネレーション、一心一体シミュレーション、絶体絶命グラデュエーション、青春したいのよろしく。みんな懲りずにまた来る新任の先生の噂は知ってるわよね。知ってる知ってる。ほんと懲りないよね。どんな人かしら。素敵な人ならいいのにな。所詮はそいつも新米教師、どっちが教わるんか見物やで。 I think so。 今時の女子高生がどんなものだか教えるよ。できることなら一流大学出身で受験対策に精通した人物でないと。そんな堅苦しいのは嫌。一緒に遊んでくれる楽しいタイプ。ここは幼稚園じゃないのよ。大事な1年間を任せて頼れる人こそ。頼れる What? ティーチャーやっぱりかっこよさ。そりゃ考え甘いで。先行に何期待してもあかんか。教師と生徒は上下関係でしかないの。やっぱり楽しい友人関係。大事なのは信頼関係。できることなら恋愛関係、それから肉体関係。何言うてんねん。無関係でいるのが一番や。アホとちゃうか。欲しい前途多難のジェネレーション、全適性シミュレーション、人的未踏グラデュエーション、進学したいのよろしく。縦横無尽なジェネレーション、即決即断シミュレーション、本末転倒グラデュエーション、就職したいのよろしく、結婚したいのよろしく、自由が欲しいのよろしく。お前ら勘弁してくれよ。寝不足？睡眠不足は健康の大敵。変なビデオばっかり見てちゃダメだよ。国区弁令の甲斐が実り卒業できることになりました。これもひとえに先生のおかげと感謝しております。ありがとうございました。世話になった人は星の数ほどおるけど、今日ぐらい人の情けが身にしみたことはなかったわ。おおきに先生。ベリーベリー上手になったよ。自信ついちゃったです。相変わらず見事な推理だね、ゆひかくん。いずれまた会おう。さらばだ。というわけで先生、
1年間ありがとね。卒業できるのですね、私。これも二人が固い絆で結ばれていたからですよね、先生。ありがとうございました。先生に教えていただいた貴重な1年間のおかげで一流大学へ進学することができました。今別れの時を迎え、より一層の感謝の念でいっぱいです。本当にありがとうございました。よう先生、おかげで卒業できました。ほんま恩に来ますぜ。先生がおれへんかったら、あんな一流大学へ進学することは夢のまた夢になるとこや。先生、いつまでも元気でいてな。うちみたいな問題児はそうそうおれへんと思うけど、いつまでも忘れんといてな。オーマイティーチャー、ミーが無事にグラデュエーションできて一流大学にパスできてカングラチュレーションよ。これもどれも先生のおはげよ。トカゲ、そうじゃなくておかげよ。でもこれでお別れかって思うと少し寂しいね。先生、この1年間ありがとう。先生が担任だったからゆりかも一流大学に進学することができたんだよ。本当先生には感謝してるよ。大学で勉強するたびに先生の顔を思い出すよ。だってゆりか先生のことが好きだったんだもん。なんだか卒業してしまうのがもったいないような気分ですわ。こうして校舎を眺めていると先生と過ごした1年間が思い出されます。一流大学への進学が決まってもなんだか素直に喜べないような気持ちなんです。先生、ありがとうございました。先生の指導した生徒はすべて実に優秀な成績を収め、立派に巣立っていきました。完璧です。あなたを呼んだ私の花も高いというものです。おめでとう。花
年間ありがとうございました。それでは今日出演された皆さんの女子高生の時はいかがなものだったんでしょうな。それではまずは浦和めぐみちゃん。はい、シリー桜井です。私の高校生の時は前髪のブローに命を懸けていて、一度台風で駅に着くまでに髪の毛がびしょびしょになってしまったので、そのまま学校を休んだことがあります。続いて鈴木沙織ちゃん。はーい、ゆりかだよ。先生大好きだよ。なんて、私の女子校時代は憧れる先生などいませんでした。それよりも厳しい私立の女子校だったんだもん。はあ、暗かった。続いては萩森純子ちゃん。はい、校長先生、犬塚沙織です。私の高校時代はとにかくお腹が空いてました。3時間目が終わったらまずお弁当を食べて、昼休みに食堂でケツネうどんを食べて、部活終わってから帰りにハンバーガーを食べて、家で夕食をとると1日5食も食べてました。なんであんなに入ったんでしょうかね。そして中島千里ちゃん。ごきげんよう、安田まりなです。私もずっと女子校でなかなか厳しいお礼法の時間などありました。やはりごきげんようって挨拶していました。それからレズではありませんよ、レズではありませんけれども、 S の関係で素敵なお姉様と交換日記などしていました。そして最後は難波千恵子ちゃん。1に勉強、2に勉強と美佐子のようにはいきませんでした。高校時代は美術コースでしたので、絵を描きまくり、そして食いまくり、教室は絵の具の匂いと残飯の変な匂いでいっぱいでした。